オスカー・クメッツはドイツの海軍軍人。最終階級は上級大将。東プロイセンに生まれる。1910年4月にドイツ帝国海軍に入営、防護巡洋艦、ビクトリアル・イーゼに配属される。1911年に士官候補生、1913年に将尉に任官、戦艦、ヘルゴランとついで、ポーゼンに配属。 第一次世界大戦中の1916年3月に中尉に昇進し、同年4月に魚雷艇に転属となった。1918年3月に魚雷艇時点で初めての観戦式を経験する。戦後の1919 19年2月、総海艇 M84 艇長に転じる。同年10月から1922年9月まで参謀将校として勤務。 その間1921年に大尉に昇進し、魚雷艇 V 一定長を経て参謀、ついで第3魚雷艇軍司令官などを歴任。1928年12月に少佐に昇進。1934年7月に中佐に昇進し、10月に魚雷艇司令官に任命された。1936年4月に大佐に昇進、翌年10月に太陽艦大参謀長。 第二次世界大戦勃発後の1939年12月から、魚雷総監に就任。1940年1月に少々に昇進。北欧侵攻作戦では、従順洋艦、ブルッヒャー、ルッツォウ、軽順洋艦、エムデン、魚雷艇3隻、総海艇8隻、輸送艦2隻からなる、オスロ戦闘軍を指揮し、1940年4月9日、 ノルウェーのオスロフィオルドで発生したオスロフィオルドの戦いの先行により翌年1月に騎士鉄十字章を受訓したこの戦いでは艦隊の戦闘を進んでいた座城する機関ブリュッヒャーがノルウェー軍の要塞からの砲撃と雷撃により撃沈され救助されたがこれによりオスロ占領が計画より1日遅れてしまいノルウェー王家の逃亡を許すことになった 1942年4月に中将に昇進し、6月に巡洋艦司令官に就任。1942年12月31日に発生したバレンツ海海戦では、重巡洋艦アドミラルヒッパー、リュッツォウ、駆逐艦6隻からなる第2戦闘軍を指揮したが、ソビエト連邦へ向かっていた JW51 倍という総戦団、小戦14隻の護衛任務についていた。 イギリス海軍の巡洋艦、シェフィールド、ジャマイカ以下11隻と戦闘になり、イギリス海軍の駆逐艦1隻を撃沈した一方で、駆逐艦1隻を喪失、従順アドミラルヒッパーが損傷し、しかも輸送船団に打撃を与えることなくほぼ無傷で逃してしまった。百四十三年三月に大将に昇進した後、北海戦闘軍を指揮し、戦艦、ティルピッツ、 シャルンホルスト、駆逐艦3隻、第345敵弾兵連隊戦闘団から、なる戦闘団を率いて、スピッツベルゲン島にある連合軍の基地を攻撃して、破壊に成功、第二次世界大戦におけるドイツ海軍最後の勝利となった。1944年3月にキールを司令部とするバルト海艦隊司令官に就任、赤軍の進撃を避けて西方に疎開する。 ドイツ国民を運ぶ輸送船団の護衛に当たった。1944年9月16日、海軍上級大将に昇進。終戦後の1945年7月に、イギリス軍の捕虜となり、翌年11月に釈放された。しばらくは農業を営んでいたが、バート・デュルクハイムのカジノで接待係長になった。1956年から年金生活に入り、 ノイシュタットアンデアバインシュトラーセで妻と共に陰性した。同地で死去した。ありがとうございます。